はい、ですね、今日は、ほうれい線のこのたるみをですね、改善する方法をお話していきたいと思います。特に女性の方なんかではですね、このほうれい線気にされている方も多いと思いますので、ぜひですね、やっていただければと思います。じゃあまずですね、ここに胸骨というほっぺたの骨があります。胸骨ですね、正しやすい形としてはこの辺からこう指を下げていくとこうくぼむところがありますので、この部分ですね、こう下げていってこのくぼむ部分、ここに親指を当てます。親指を当てたらそのままぎゅーっと外側に引っ張って、そこで30秒間キープしていきたいと思います。ですね、このすることでこのほうれい線が薄くなりますので、ぜひですね、やっていただければと思います。では実際にやってみますね。からまず探して、くぼみを探します。ここに親指を当てたらそのまま押しながら外に引っ張ります。で30秒キープになります。結構押した時に痛みがありますので、痛気持ちいいくらいのところで強さで、押すようにしてください。あんまり痛いのを我慢してしまうと辛くなっちゃうので、その辺は調整してやっていただければと思います。30秒間キープしていきますね。はい、戻します。はい、どうですかね、さっきと比べてみて、変化の方出てるんじゃないかなとは思うんですけども、皆さんもですね、ぜひ、1日に30秒やってみてください。はい、じゃあ今日の動画は以上になります。